次にマルロック式小銃的弾を射撃します。ただいま観覧席前で黄色い腕章をつけた隊員が所持している火器が8球式小銃で、その先端に装着されているのがマルロック式小銃的弾です。小銃的弾は主に近距離戦闘において敵歩兵を制圧するために使用します。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台手前にある敵歩兵に見立てた青い風船です。マルロック式小銃的弾前方艦艇に着弾。ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。続いて84ミリ無反動砲および個人携帯対戦車弾の射撃をご覧いただきます。